はい、今回の動画は今すぐ見直したい Windows 11の設定ということで USB メモリーをパソコンに挿したら自動でフォルダを表示させる設定方法をご紹介します。でパソコンに USB メモリーを挿した時というのはですね、まあ、何かしらの、ね、ファイルとかフォルダのやり取りを、ね、したいという時だと思うのでパソコンに USB メモリーを挿したら自動でエクスプローラーが開いてフォルダが、ね、表示されるように設定をしておくと便利です。 それでは早速その設定の、ね、手順ですけどもまずは Windows の設定の画面を、ね、開きますので Windows キーを押したままアルファベットのの i をを押してて設定の画面を開いいください、はい、次にこの画面の左側の Bluetooth とデバイスというところをクリックをしてもらってこの画面を、ね、少し下に下がってもらうとこの自動再生という項目がありますのでこちらをクリックします。 はい。そうすると、ここですね、このすべてのメディアとデバイスで自動再生を使うというところで、今こちらね、オフになってますけども、これがオフだと USB メモリをパソコンに挿してもね、何も起こらないので、こちらをね、クリックしてオンにしてください。 で次にこのね下のこの自動再生の規定の選択ということでこのリムーバブルドライブというのがね USB メモリーになりますんでこの下のところをクリックしてもらうといくつかねこう項目があるんですけどもこのフォルダを開いてファイルを表示括弧エクスプローラーというやつですねこちらにしておくとパソコンに USB メモリーを挿すとね自動でエクスプローラーがね表示されるようになりますんで基本はですねこちらにしておいてもらえるといいと思います。 あと USB メモリー以外にパソコンにね SD カードなんかをね挿して使うことがあるという方はねこの下のメモリーカードのところもねこのフォルダを開いてファイルを表示にしておいてもらえるといいと思います。これで設定の方は完了になりますのでパソコンに USB メモリーを挿すと自動でエクスプローラーが開いてフォルダが表示されるということですね。 はい、といったことで今回の動画では USB メモリーをパソコンに挿したら自動でフォルダーが表示されるようにする設定方法をご紹介しましたけどもこちらの設定はね、USB メモリーの、ね、ファイルのやり取りがね、よりスムーズに、ね、行えるようになると思いますのでオンに、ね、しておいてもらうと便利だと思いますそれでは今回の動画は以上になります今回も動画を最後まで見ていただきましてありがとうございました